日本一ソフトウェアプレゼンツ。さあ、というわけでプールの南側に来ましたが、この先にどんどこどんどこ鳴ってる何かがあると。あ、脚立あるわ。止まった。じゃあちょっとお借りしますね。え、何があったんだろう。なんもないな。怖いな。じゃあまあ運んでいきますか。なんか、これを運んでる最中に襲われるとか。ないよね。なんか足音鳴ってるぞ。どっちだ？先の安全を確認してからにしますか。どこだ？どこにいる？意外と近いんだよね、音が。いや、ないな。グランドの中でしょうか。いやー、どこだ？見当たらないな。消したら出てくる。でも音はずっと鳴ってんのよな。まあ運ぶか。あれ、消えたぞ。さっきの足音は何だったんだってなってる。もしか何かしらの気配を感じてるのかも。誰かいるいる。なんかやばそうなスレンダーマンみたいなやつがいる。あ、でも逃げ切れるわ。どう逃げるのが正解？OK、とりあえず、一旦巻くことには成功した。お供えして、厄払い。して、で、これ、グランド経由で運ぼうか。さっきの、グラウンドの周りを回ると終わらそうって思ったけれど、あ、これ置くと消える。またしばらく歩いてたら来るんじゃないの。来ましたね。あ、でも、なんでグランドの時は諦めてくれたのに。あ、追い込まれました。あ、電気消してもダメっぽいです。私はもうここまでのようです。あ、避けれたかと思ったじゃん。うまいこと、距離を稼ぎながら運ぶ、徐々に運んでいくというのが、いいのかもね。例えば、これ、ここに、あれ？終われなかったぞ。いや、一回置いて、グラウンドのところ一周ぐるっと回って、距離離してから、いいんじゃないかと思ったんだけど、これここで置いて、あ、ちょ、邪魔、鬼殺邪魔。
ほう。これ巻いて。あー、鎌持ってますわ、やつは。うぃー。これ巻い。あー、あ、あー、プルってる、プルってる、プルってる。ライトカチカチに反応してるわ。消えなさそうだな。ある程度距離取ったら消えない？今一瞬ちょっとめり込んできてなかった？この間に、この間に、この間にちょっとでも運ぼう。OK、でも大体なんか分かったね。距離をしっかり取る。決して無茶はしない。こっから先追われたらどうするんだ。もうとにかく置いてかな。あ、でも大丈夫そう。ダメっぽい。これだからさっき開けたのが生きるんじゃない？さっき開けといたのが生きるのでは？と思ったけど、終われなかったですね。さすがにあんなところまで追ってられんと。で、これを置いて、レッツゴーですよ。うぅ。というわけで、校舎の中への侵入に成功いたしました。で、鉛筆を貸した男の子の教室の前ですね。何か大切なことを思い出せるといいんだけど。こっちにはないっぽい。一回出て、金備えよう、金を。金を備えるって言い方あれだけどね。よいしょ。これでセーブしといて、学校の中を探索していきましょう。さあ。で、隠れるところを探しとかないといけないんだよね。大男が出る可能性があるから、慎重に行きましょうか。ここじゃないか？ここじゃないね。何か落ちてる。これが正面玄関の靴箱。汚れた五円玉だ。どうしてこんなところに。黒ずんだ五円玉。錆びて色が変わってしまった汚れている五円玉。これはお地蔵さんにはお供えしないでおこう。わけでね、土足で侵入してますけども。ちなみに私、小学校、中学校、あれでしたね。普通に土足でしたね。高校は、上履き着用だったけど。上履きというか、なんかスリッパみたいなやつ。トイレのスリッパみたいなやつ。高校入った頃はね、すんごいダサかったんだけど、なんか慣れたね。奇妙なことに。慣れてしまった。慣れって怖いなって。思いましたね。あ、これ、ここの鍵も開けられるんだ。え、これワンチャンさ、正面玄関も開けられない？この、正面の門。いや、さすがに無理か。
いやでも、いや無理っぽい。いける？無理よな。戻りましょう。さすがにもうも無理だった。で、ここから中入って。あ、いいですね。外との、下界との行き来が楽になったぞ。で、学校の中の構造まではマップ、記してくんない。建物の中。さ、聞こえてますね。七不思議が、七不思議がやってきている。これは職員室、職員室に隠れてやり過ごそうと。あ、これね、目つぶってこと。早くどっか行ってくれ。これあれか、さっき外で鎌持ってうろちょろしてたやつが、あれがあれなのかな、あの七不思議の大男なのかな。鎌持ってたしね。さあ、とりあえずやり過ごすことには成功したと。さあ、で、職員室、あんな陰湿ないじめを見過ごしてしまう教師たちはで、どういう環境で働いているんだろう。興味がありますね。広いもの。これか。先生が書いたノート。知らない名前の生徒のことが詳しく書いてある。私も先生にこうやって書かれているのかな。というわけで。職員室でございますけどもね、小中学校の頃はね、職員室だけクーラー効いてるとかね、夏場ね、ね、だから涼むために職員室行くみたいな先生 に特に用事はないけども、涼むために。あかね、あかね、扉が開きません。じゃあこっちから。またノートが落ちている。読んでみよう。友達に七不思議のことを話したらみんな興味持ったよ。二つ目の噂も教えてよ。理科室の骨格標本は見てないとき動いているらしいよ。骨格標本の前で目を閉じちゃダメだよ。わかった。みんなにも注意するよう言っておくよ。というわけで、理科室の骨格標本ですね。これはあれかな？この平行移動。生かすのかな？多分だけど。これで1階が終わり。南1階。ここに階段がありますが、正面入り口の奥は、あれか、渡り廊下の下だから開いてないのか。なるほど。だからこっから2階に上がることができると。さあ、というわけで2階に上がってきました。2階の構造は、理科室がありますね。で、渡り廊下で北2階へ行けると。あ、電話ですね。これあれだっけ、セーブポイントだっけ。10円玉入れて電話しましょう。これがあれですね、あの外で言うお地蔵様。お地蔵様にはワープさせる力があるけど、電話にはさすがにそういうのはないと。
でさ、理科室ですが、理科室の骨格標本は見てない時に動くと。いやー、理科室こんなんだったわ。蛇口の水のね、勢いがね、強いんだよ。これがまた。なんだあれ。すごいな。あ。骨格標本。これはいいんだ。じゃあ一回目閉じてみる？動かないのかい？動きませんか？視界から外れた瞬間に来そうだよね。でも多分ね、来ますから。皆さん注意。これ注意よ。多分来るよ。ガバってくるんでね。心の準備だけはしておきましょう。焼き取らんのかいって焼き取らんのかいってなるよそりゃ。準備室には鍵がかかってるようです。なるほど。日記というか交換日記に書いてあることは、まあ、必ずしも正しいわけではないの。まあそれはそう、噂だもん。あくまでも噂だから、それはもうしょうがないね。さあ、でこれは何なんだ、一体何なんでしょうこれは。理科室出たところだから、こっから先が渡り廊下ね。こっから先が渡り廊下なんだけど、まあ、まだちょっと探索してみようか。先生の日誌に、先生が書いたノート、学校の七不思議を全部集めようとしている子について書いてあるみたい。集めると何かあるのかな。呪われちゃうんだよ。呪いってまさかそういうこと。七不思議集めちゃったけ。やっべ、入ってはこれね、やっぱあれでしたね、外にいた人ですね。理科準備室の鍵を拾った。あ、なるほど、これで準備室の鍵を開けることができると。なるほど、こいつがいるんだ。あいつに首を切り裂かれてしまうわけですよ。やっべ。まあ走って逃げれば十分距離取れるぐらいの速さなんで、まあ、しっかりとね、距離を取りましょう。おっと、勝手に閉じてしまったけど。あ、これであれ、これでこうすると来る感じ。出ないけども。来てませんけども、やっぱ距離をある程度ね取った状態だと、カタ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 ってくるんじゃない？ね、来てませんけど。とりあえず開けましょうか。鍵。どれ？あれ？鍵なくなった？ああ、あるあるある普通にあったわ。準備室もこんな感じなのか。で、奥に何か落ちてますね。
これあれか、渡り廊下実は開いてなかったパターン。あ、そうだね。渡り廊下と書かれた鍵、北と南の校舎をつなぐ渡り廊下の鍵。昼間はそんなことないけれど、夜に見る廊下はすっごく長い。というわけで、いつの間に本当に動いてるんだ。通れないんだけど。これ何、こっから出ろってこと？いやー、骨たちがなかなか通してくれなくてねっつって。ハテナマークが出てる。何のハテナマークなんだ？これあれか、裏側に電話があるからそれに反応してんのかな。ちょっと出られないんだけど。ああ、あ、なるほどなるほどなるほど、これを動かすのか。動かして、で出るんだ。はいはいはい、この動くという習性を生かすということね。こっち側に寄せたいな。これでいける？あ、いけたいけたいけた。あ、みんな寄ってきてるわ。こっちから出れんのかな？出れませんね。ということは奥まで行かないといけないぞ。ん？私目開けたつもりないんだけど。あ、でも通れるからいいや。あ、いいぞ。では、これちょっとだけにしとかないとね。挟まれちゃうともう終わりなんで。おい。いやー、邪魔だな。やば。やばいかも、意外と。いやー、ちょっとむずいか、これ。あ、オッケー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 。いったいったいった。いや、オッケー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 。これで、理科室からの脱出に成功と。じゃあ一回セーブしましょうか。ん？やっぱさっきの理科準備室は何に反応してたんだ？電話にしては遠すぎるな。何かあったのかもしんない。で、これも開かなくなってると。いうことですね。こっちも同様に開かないと。で、まあ、渡り廊下で、あ、また紙が落ちてる。さあ読みましょう。三つ目の噂も聞きたい？聞きたい。二階の渡り廊下にある大鏡の前に立っちゃダメだよ。鏡から大きな手が出てきて、鏡の中に引きずり込まれるから。でも立っとりますけど。これ大鏡じゃないの。
あらまあ。なんちゅう罠だ。じゃあちょっと離れたところからぐるっと回ってね、渡り廊下の鍵を開けていきましょう。これかな。でとりあえず地図を見とくと、向こうはあれね、向こうは向こうで地図見ろということでしょう。なんか来てますね、また。OK。 でこっち側の北校舎に来まして、あ、挨拶、元気に挨拶。ここで何かを落としてしまったと。一体何を落としたのか。鍵がかかっている。中に入る方法を探さなきゃ。というわけで次はこっちのフロアでまあいろいろ探すと。電話が鳴ってる。血が、この血がついているところが多分さっきの教室でしょうね。だから奥にトイレがあるはず。ああ、オッケーオッケー、合ってるね。これ最初にいたトイレだわ。もしかしてフロアが違うのかもしんないけど。学校って大体フロア、ねえ。フロアがあれだったら。フロアが違っても、まあ、建物同じだったら大体、ね、似たような。ね、似たような構造してるじゃないですか。一番奥だけ鍵がかかってると。なるほど。誰か入ってんのかな。まあ、とりあえず鍵を探しますか。この教室に入る鍵を。鍵なのかどうかすら分かんないけど。もしかしたら何かしらの方法で窓ガラス割ったりとかするかもしんない。とりあえずこのフロアを探しましょう。でも電話鳴ってますけども。あ、やっぱりさ、遊びって書いてあるから最初のところだよな。最初のところにも遊びって書いてた気がする。以下のものは学校に持ってきてはいけません。お金、お菓子、ゲーム。募集して親に直接返却します。生徒会員も見つけ次第募集に協力します。なるほど。携帯はいいのか。生徒会室。教材準備室。あ、これは開くんだ。10円玉を入れて電話しましょう。で、なんかいっぱい落ちてるな。2つの鍵が落ちてる。美術室の鍵と音楽室の鍵を拾ったと。いうわけで。美術室？この奥が図書室だったってことは。覚えてるんだけど、図書室には未だ入れないと。うん、なるほど。
じゃあ次ちょっと下のフロアから探索していきましょうか。